この夕方のひととき、お忙しい中、またお帰りの時に足を止めていただき、私の話を聞いていただける方に本当に感謝しております。今、ワクチン接種の話をいたしましたが、もう一つ話をさせてください。それは、今、私たちを襲っている地球環境温暖化、気候危機の話です。先日も3月16日、雪も降りました。夜には停電も起こりました。実はこのようなことは、今年もっともっと起きるのではないかと思っています。気候危機、そして地球環境温暖化は、私たちが想定外になる事態があるかもしれない。しかし、私たちの街、実は3月16日もそうでしたが、私たち自治体は深夜であっても、市長もそうです。緊急出動をしながら、その時はワクチン接種で必要なディープフリーザー、零下70度、これを守るために深夜であっても職員は出動し、きちっとこれを守り抜きました。私たちの街は皆さんの命をしっかり守るために職員一丸となって動きます。そして地震や災害の時にお一人お一人の命を守っていただくためにも、ハザードマップをご覧いただき、ご自宅の周辺に危ない箇所はないのかどうかチェックしていただきたいと思います。まずは自分の身は自分で守る、そして自ら家族と一緒になって私たちの暮らしを守る。行政はしっかりその皆さんの背中を後押ししてまいります。そしてもう一つ、今私はこれまでも3期12年間健康を守り続け、幸運には幸せです推し進めてまいりました。このコロナの中でお年寄りの方、体の不自由な方含め健康に被害が心配されます。フレイル予防、足腰の筋肉を強めていく、そうしたことをしっかりしていかないと本当に介護のお世話になっていかざるを得ません。しかし私は介護のお世話になる方はしっかり支えてまいります。地方活性をしっかり取り組みます。そしてお一人お一人がこの住み慣れた街の中で幸せに見られる、その街を実現していきます。すでに医療介護の福祉の皆さんと顔の見える関係をしっかり作っています。この顔の見える関係をしっかり作りながら、ふるさとで住み慣れた街で思いをしっかり伝える、そのことを実現してまいります。一人でも暮らせる、お年寄りが一人でも暮らせる、シングルマザーやシングルファザーの方も一人で暮らしていける、障害持ち方も一人で暮らしていける、このような街を実現していきたいと思っています。そのためにも私、またもさらに4年間力を貸し、時間を与えていただきたいと思います。市民の皆さんと一緒に努力しながら、汗を共に流しながら、この街、幸せいっぱいな街を作ってまいります。市民の皆さんの方のご支援、ご声援よろしくお願いしたいと思います。